今は神経インパルスをプロセッサにつないでいます。一時的な処置ですが。報告書はいつ提出できそう？今週中にお送りします。改めて成功おめでとう。それじゃあね。患者の部屋を用意して。ここあれ、ジョニーは全記憶痕跡から抹消されたわ。苦しみは終わったのよ。つまり約束通り処分したの。音が紫に見える。なんだこれ。共感覚は一時的なものよ。脳内のシナプスを増やしたから。気持ち悪い。よく思い出せない。俺はどうしてここに。完全に消え去った記憶もあるけど、他のはじきに戻るわ。リラックスして。ただでさえ神経プロセッサーが過負荷状態なの。不要なストレスは状態を悪化させるだけよ。なんだかすごく眠いんだ。寝て、術後は体を回復させないと。外に出たい。患者を連れて行ってちょうだい。メモを起動。進行状況並びに今後の予測は未だはっきりしない。腫瘍の摘出には時間がかかった。記憶痕跡の手術はさらに大変だった。分解され再構築されたテセウスの船は果たして同じ船と言えるのだろうか。我々は精神的欠乏者の分離に今日にても今日懐かしやホトトギス。メモ終了。楽にしてください。すぐにドクターが来ます。こっちだ。早く来い。私が息子の体を使って奇跡の復活を果たしたとのことです。サブロー氏は以前に亡くなられていますが、亡くなる前に意識のコピーが作られていたことが明らかになりました。どうやら息子であり後継者であるヨリノバ・アラサカ氏の意識を上書きした模様です。この衝撃の事実は今日の会見で発表されました。ようこそ皆さん。祖父はよく枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。
私、サブロー・アラサカは今、息子の体を使い、皆さんの前に立っています。私はかつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。今日という日は語り継がれるでしょう。人類の夢がついにテクノロジーによって現実のものとなったのです。サブロー様、誠におめでとう。準備をして検査を始めるわよ。もしかして今のがおはようの代わりか。今日はやるべき検査がいくつもあるの。協力してちょうだい。頭頂葉検査を開始。キロシのスキャナーを使って文字を読んでみて。キロシのスキャナーを使って文字を読んでみて。魂が己の性を選ぶ様は見ておくだけの価値のある光景であった。時に哀れであり、時に滑稽であり、時に素晴らしくも奇妙で。もういいわ。認知機能検査、パズルを解いて。そのデバイスにリンクして。工事表現形成検査開始。患者の準備完了。これは何をする機械なんだ。瞳孔反射を測定するの。工事表現形成。記憶痕跡手術はパーソナリティ障害を発症させるリスクが高いの。重要な検査なのよ。この検査は結局何を調べるんだ。デバイスの調整を開始。キーワードを言っていくから、何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。旅。ジョニー。家。メガビルディング。敵。アラサカ。信念。自分。裏切り。わからない。あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。これは何の検査なんだ。共感能力の測定よ。暑さであなたの口は乾き、寝ばついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に鼻輪のよう横たわる子ネズミたち、よだれが出始める。もうやめろ。必要な検査なの。いいからやめろ。ではまた後にしましょう。どうだったんだ。じきにわかる。運動機能の検査よ。
ランニングマシンに乗って。運動機能検査、デバイスに接続して。これで何がわかるんだ。歩いて、徐々にスピードを上げるのよ。これが何になるんだ。もう歩けるのはわかってる。今日はやるべき検査がいくつもあるの。協力してちょうだい。でいいのか。呼吸をコントロールして3段階加速。起きろ。ここから出るんだ。ここからは N54 ニュース、ジュリアン・ジョーダンです。サブロー・アラサカ氏が息子・ヨリノブ・アラサカ氏の体を使い蘇ったというニュースに全世界が大きな衝撃を受けています。この復活劇に対し、多くの宗教指導者、人権擁護団体、バーチュ100に名を連ねる企業の代表らが抗議文に署名を行いました。技術を手にした者が思い上がり、神をも恐れぬ所業に及ぶとは何たる虚栄心。人類のモラルは完全に崩れ去った。何度でも言います、サブロー・アラサカによる権力の絶対的な掌握は国際法に明確に反しています。つまり国際仲裁が必要とされることは疑いようもないわけで。裕福な権力者が不老不死になれる世の中なんて、そんな世界を一体誰が望むんです。一方的な搾取が拡大するだけだ。これからは資産だけでなく体まで奪われ。不老不死はない。身元を知れ。しかし、サブロー・アラサカ氏は抗議活動に対して一歩も引かない姿勢を見せており、緊張は高まるばかりです。アラサカ社内部の出来事に関して外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根、法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この格好。準備をして検査を始めるわよ。これまでの検査結果はまだ出ないのか。ええ、まだよ。今日もいくつか検査を行うから。分かった。ならさっさと済ませよう。認知機能検査よ。パズルを解いて。次の検査よ。パーソナルリンクをつないで。
工事表現形成、検査開始、患者の準備完了。さっさと始めてくれ。デバイスを調整、キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く、考えずに、だろ。病気、死、反逆、何も浮かばない。自分自身、変化、現在、虚無、未来、何も浮かんでこない。あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。暑さであなたの口は乾き、根はついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に鼻輪のよう横たわる子ネズミたち、よだれが出始める。もう十分だろう。よし、こんなところね。次は運動機能検査よ。ランニングマシーンに乗って。運動機能検査、パーソナルリンクを。前回の出来じゃ不満だったのか。ゆっくり歩いて。動作停止。うん、今日の検査は以上。通信の使用を許可するわ。連絡していいわよ、地球に。久しぶり。よう、元気でやってるのか、ビー。正直、元気ではない。とは言っても電話越しじゃ俺にできることも限られるぞ。話がしたかっただけさ。おいおい、俺がそういうの苦手だって知ってるだろう。ミスティも街を出ちまったしな。俺はどうしたらいいんだ。落ち着いて、やるべきことをやれ。お前さんならできるさ。そうだな。あんたの言う通りだ、ビク。ありがとう。
パナム。B？ どうしたの？久しぶりじゃない。最近どうしてるんだ？今ミッチと打ち合わせ中でさ、さっさと切れってジェスチャーしてる。引っ込んでろって伝えといてくれ。待ってて。すごい上品なジェスチャーをしてる。今とある場所にいるんだが、もう耐えられそうにない。ならそこを出て帰ればいいじゃん。それが無理なんだ。そっちの事情は知らないけど、嫌なら嫌って言えばいいだけでしょ。ごめん、ミッチが怒ってて。またかけ直す。認知機能検査よ。パズルを解いて。継いだ頼信荒坂氏が父親殺害の背景にはミリテク社がいたとして同社を糾弾した時でした。しかし事態は急転直下。三郎荒坂氏が代表の座に戻ったことで二大企業間の緊張も和らいだものと考えられます。継続は力なり、荒坂社の基本理念です。息子の頼信はこの言葉を忘れ、焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に説き続けてきた教訓、完璧なものを変える必要はない、これが真理なのです。以上となります。サブロー・アラサカ氏とロザリンド・マイヤーズ新合衆国大統領は恒久的平和の実現に向けて会談を行うことで合意しました。二社間の協力体制の最初の一歩として、アラサカ社 CEO は今日、赤足型武装車両15台をナイトシティから全面的に撤去。なあ、この検査だが、まだやんなきゃいけないのか。正確なデータを取るためよ。もう耐えられない。認知機能検査。パズルを解いて。体を起こして。キーワードを聞いて、何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。忠実。わからない。キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く、考えずにな。人類。何も浮かばない。ランニングマシンに乗って。
できるだけ早く考えずに B 花子荒坂と話をさせろ。今すぐだ。認知機能検査、パズルを解いて。竹村、どうしてあんたが。お前と話をしに来た。こんなところに何日も閉じ込められていたのか。だとしたら信じられん。わざわざ迎えに来てくれたのか。話をするよう頼まれた。話って誰に頼まれたんだ。花子か。花子様はもうお前のことなどお忘れだ。ここのクリニックから連絡を受けた。なんて言われたんだ。誰かお前のことを知る者から伝えるべき内容だと。はっきり言おう、手術はうまくいかなかった。もって冬までの命だ。どうしてだ。荒坂の最高の人材が手術をしたんだろう。手術自体は成功したが、体がチップの影響を受けすぎていたんだ。世界屈指の神経外科医ですら手の施しようがないまでにな。嘘だ。荒坂の力があれば何だってできるはずだろう。真実を受け入れて俺の話を聞け。お前には選択肢がある。ふざけるなよ。こっちは一度あんたらを信じて裏切られてるんだぞ。魂の救済プログラムに参加するんだ。花子様もすでに同意されている。お前は記憶痕跡となって肉体を離れ、新しい体に意識を移す方法が見つかるまで神輿に保管される。保管？すぐ新しい体に移せないのか。残念ながら現在の技術では不可能だ。じゃあサブロー荒坂はどうして蘇ったんだ。自分の子供の体を使ったからだ。体組織の適合度が格段に違う。チップの影響でお前の遺伝子の表現型は変異した。適合する体を見つけることは現時点では不可能だ。せっかくだが荒坂のコレクションにされるのはごめんだ。あまり自分を買いかぶりすぎないことだ。荒坂社にとってお前にそんな価値など存在しない。これはお前の働きに報おうとする花子様のお心遣いだ。お前が勘ぐるような裏は何もない。お断りだ。そんな話に乗ったらそれこそ何をされるか分かったもんじゃない。契約書が安全を保証してくれる。サインすれば生きられるんだぞ。全ての権利を放棄するとあるが心配するな。法律が時代に追いついてないだけだ。記憶痕跡は法的に人とみなされない。俺は企業の所有物になるってことか。ブレインダンス界のスターや政治家も大勢この契約を結んでる。プログラムは好評で何の苦情も出ていない。断ったらどうなる。ここは刑務所じゃないんだ。荷物をまとめてナイトシティに帰ればいい。もし俺がお前の立場だったとしたらサインするが、選ぶのはお前だ。よく考えて決めろ。死にたくない。
明な判断だ。記憶痕跡ステーションの用意はできてる。症状が悪化する前に急いだ方がいい。また会えるよな。ああ、きっとな。じゃあ、さよなら。いつか香川に来い。うまいものでも食わせてやるよ。あんた名前は？はじめです。はじめ、一つ聞かせてくれ。死にたくない一心で宿敵の監獄にまで来た人間に何て声をかける？そうですね、帰り道だけは忘れるなでしょうか。外から見る地球はどうだ？噂通りの美しさか、それともやっぱりあれは嘘なのか。いいか、お前さんのインプラントのことだが、どれも宇宙での使用は想定されてない。もしエラーが出たら絶対に無視するなよ、いいな。戻ったら、もし戻ってきたら一通り点検してやる。なんなら特別に割引してやってもいい。元気でな、B。もしもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる？私は全てを捨てて、逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。もしもし、 B？パナムよ、覚えてる？ほら、車の件の。あのさ、仕事を紹介してもらうことってできないかな？金さえ入るなら内容は選ばない。仕事でも依頼人でも何でもいいから、
もし情報があったら連絡ちょうだい。本当、頼むね。じゃあそんな感じでよろしく。またそのうちアフターライフで会えるといいね。久しぶりだな、ビー。アルデカルドスのソウルだ。小耳に挟んだんだが、ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。詳しくは知らないが、もし助けが必要になったり身を潜める場所を探してるならいつでも頼ってくれ。あんたがアルデカルドスの仲間を救ってくれたことは決して忘れない。喜んで借りは返すぜ。じゃあまたな。ああ、よー、ビー、覚えてるか？ミッチだよ、ミッチ。カンタオから助けてもらっただろう。まあ、あんたが覚えてなくても俺は忘れない。とにかく、もし何か助けが必要な時はいつでも手を貸すからな。電話一本でナイトシティに飛んでくぜ。決して欲しい奴はいねえか。オフィスにランチを届けて欲しいって時も任せとき。遠慮するなよ、俺は本気だぞ。それじゃ元気でな。ビー、大したもんだ。感心したよ。ヘルマンを追うと聞いた時はきっと死体袋の中に入って帰ってくるものだと思ってたけど、本当にやってのけるなんて。私の期待をいい意味で超えたやつはそういない。これからのあんたが楽しみだね。仕事を探してるなら私のとこに来な。いい、元気？軌道通信は高くつくから手短に言うわね。あなたのこと思い出してタロットで占ったんだけど、引いたのが愚者、月、女、教皇、全て悪いカードよ。新しい友人には気をつけて。お願い。See me, you're like a ghost to everyone.